そうですね、今回契約更新しないっていう形になったんで、本来やったらもっともっと上に行く選手やと思ってるんで。日本人離れした選手だな。サッカーが好きで始めて、18歳ぐらいの時に出会って、オーストリアに行くってなった時に一緒についてきてくれっていうことで籍を入れて、たくさん冒険しました、うん、プロになって結果が求められるようになって、やっぱ試合に出たら自分はやれるっていう気持ちもまだ持ってるし、全力でやりきるだけだと思います。